ルイス・トロンダイムは、フランスの多産な漫画家であり、独立系出版社アソシアシオンの設立者の一人で、ある。彼の二つのサイレントコミック、ラムーシュとカパートザ・スキーはアニメーション化されている。トロンダイムのペンネームはノルウェーにある都市の名前から取ったものである。1964年、フォンテーヌ・ブローに生まれる。22歳で、広告の学校に入り、在学中に、 スリジーの漫画シンポジウムでジャン・クリストフ・ムニュと出会った。ムニュやダビッド・ベイラが作っていた実験漫画雑誌ラボにトロンダイムも加わり、1990年トロンダイム、ムニュ、ダビッド・ベイ、キロフェール、スタニスラス、マット・コンチュールの6人で独立系漫画出版社アソシアシオンを設立。従来のバンドデシネのオールカラー46ページという 決まった形式から離れた作品出版を可能にした。1992年には、ムニュと共に実験漫画創作グループ、ウバポを設立。漫画作者としては、ルイストロンダイムはまず、デ・フォーミダブ・ア・ベントゥ・ア・デ・ラピノットの著者として、名声を得た。彼は1980年代の終わりに、絵のトレーニングと称して、無彩色の漫画を描き始め、これが、 シリーズ最初の作品である500ページのグラフィックノベル、ラピノット・イレカーツでパタゴニエとなった。その傍ら、彼は風刺雑誌、シッコパッドにも短編作品を寄稿した。スロラムズが1993年にアングレーム国際漫画祭でファーストコミックブック賞を受賞した後、彼は大手の出版社ダルゴーに作品を提供し、その一方で、 自身の設立したアソシアシオンやコーネリアスなどの独立系の出版社でより作家性の強い作品を次々に制作していた。これらの活動によりトロンダイムは次第に人気作家となっていった。続いてトロンダイムは様々な企画で作品を発表した。彼はラムーシュを日本の市場に向けて発表し作品のキャラクターがアニメーションに採用されると 作品をフランス語版のために書き直した。ラピノの後のトロンダイムの代表的な作品は、ジョアン・スファールとの共同制作によるドンジョンである。この作品は内外で非常に人気を集めた。彼はそれまで非常に早いペースで作品を量産していたが、2004年自分の情熱を仕事にしたくないという理由で漫画の世界から半ば引退することを表明した。 それ以降彼はいくつかの作品を描いているが、それまでに比べるとかなり遅いペースで発表されている。トロンダイムは長い間、この期間にウェブ上に1年間発表された野心的な作品、レブログでフランティコの作者であると考えられていた。フランティコのペンネームで発表されているこの作品について、トロンダイムはインタビューや自身のブログなどで、 自身が執筆したことを認めたり否定したりを変わる、変わるに答えていたが、その後セバスチャン・ルサージュが真の作者として名乗りで、それまでトロンダイムに秘密を守るように頼んでいたことを明かした。近年、トロンダイムは出版社デルクールの編集者として仕事をしており、若者向けの漫画集であるシャンプイングの編集を指揮している。2006年、トロンダイムは アングレーム国際漫画祭でグランプリを受賞した。トロンダイムは100以上のタイトルを描き表しており、作品のジャンルも多岐にわたっている。特に知られている作品は以下のものである。ありがとうございます。